ヒュー・ウッディン、1994年、ウィリアム・ヒュー・ウッディンは、アリゾナ州、トゥーソン出身の、ハーバード大学に所属する集合論学者。内部モデルや決定性の理論などで、多くの顕著な業績を挙げている。巨大奇数の一種であるウッディン奇数は、彼の名にちなむ。カリフォルニア大学バークレー校で、ロバート・エム・ソロベイに支持し、1984年に、博士号を取得。 学位論文名は Discontinuous Homomorphisms of c リ Theory。2002から2003年度にはバークレー校の数学部長を務めた。アメリカ合衆国財務長官を務めたウィリアム・ハートマン、ウッディンの彦にあたる。ジェネリックマルチバースの理論と関連するオメガ論理を研究。これは通常は連続体仮説が数学的プラトニズムの意味で、 決定不能かまたは偽だと述べる。だが、ウッディンは、それでは、集合論的な宇宙における全ての真実はその、小さな一部から決定できるという、直感に反する帰結が得られるとして、ことを唱えた。彼の主張によれば、これらを呼びたの関連する、数学的な結果から導かれる結論として、連続対仮説には、真理値がありプラトニズム的なアプローチは理にかなって、 いるのだという。ウッディンは基地のほとんどすべての巨大奇数について内部モデルを構成できると予想しており、これを究極の L と呼んでいる。これはゲーデルの構成可能宇宙と類似した性質を持つという。特にこの宇宙では連続体仮説が真になる。ありがとうございます。